高評価とチャンネル登録부탁드릴게요8500파란보디가원하는색으로원하는만큼세상에서제일고소한프로포즈다그럼수락인가요네기꺼이요本日は隣のミスターパーフェクトの最終話の予告です。ちょっと遅くなってしまいました。ごめんなさい。コロナになっちゃいまして、ずっと体調不良で大変でした。まあ僕は体調不良でね、フラフラしてましたが、この二人はラブラブですね。パルジュの蝶パナンボ、皆さんご存知ですか？まあ、レインボー色をパイジュノチョパランボ。まあ、パイガン、チュハンみたいな形で、まあ、短くして、パイジュノチョパランボって言います。で、このプロポーズは、スギョが言ってる通り、世の中で一番香ばしい、プロポーズでしたね。いや、こう、サンニュからのプロポーズもいいですね。ね、いや、これは男からね、やっぱ男は胃袋じゃないですか。ね。こんなプロポーズされたら当然、ノーって言う男の人はいないですね。まあ、どちらにしても、本日、まあ、ちょうど今、多分最終話をやってる真っ最中だと思いますが、約2ヶ月間、楽しませてもらった、隣のミスターパーフェクトも、いよいよ、本日で最後となります。寂しいですね。ね。最初はの予告、かつ、あと数時間後に最終話、ぜひ楽しみにしながらご覧ください。どうぞ。이상한짓아니거든우리이제합법적으로다가양가허락받은공식인증받은관계거든30년치밀린연애하려면한시가급해우리데이트하자걱정하지마요내옆이제일안전하니까정반장님이왜안계세요정반장님난그발령받았잖아요뭐네뭐どこでイチャイチャしても全く問題なく堂々とする孫女ですね両家から認めてもらった公式カップルだそうです。多分嬉しいんでしょうね。嬉しいから、どこでもラブラブモードの二人で、結婚に向けて、ね、進んでるように見えますね。ね。ラブラブがもう一話、要は最終話でまた見れそうでよかったです。で、こちらのカップルは、やっぱりね、モンちゃんがちゃんとリードしてくれてますね。で、私の隣が一番安全だからって、もう事実ですね。ファクトですね。ね。救急隊員の隣ですからね。だけど、チョン班長、ね、モンちゃんは、南極に移動になったんですよね。で、ずっと行きたかった南極だから、どういう判断をするのかですが、さすがに4度を残して、で、好きな記者を残して、南極には行かないんじゃないですかね。最初は気になります。승혜야형나좀봐주라나도장가좀가자너너네들이사돈뺏는거야결혼식은내년봄에하자아무슨쇳불도당김에빼려다고그냥오래가가기전에해先ほどもお伝えした通り、もう、スンヒョウは、結婚に向けて、よくね、ちゃんが、男の人はちゃんがって言うんですよね、結婚の音。もう、行きたいと。で、ラベンダ会はもうね、喜んでくれてますと。で、やっぱここがね、やっぱ日本と圧倒的に違うところだなと。ね。だって、孫流のお母さんも、スンヒョのお母さんも、自分たちで結婚式の日付決めてますよね。
これ日本ではちょっとねありえない光景だと思うんですけど、まあ、基本的にはね、本人に渡し、本人たちのまあその決定で、で親が知る、うん、もしくは親に相談される、うん、だと思いますが、まあ韓国はね、ご覧の通りがっつり、うん、結婚式の日にちまでがっつり親が関与するっていう文化ですね。うん、で、スギョは、ね、タクシードも、うん、来てるので、結婚式まで見れるんですかね。うん、やっぱこう、ソンニュとスギョの結婚式、あとこの家族愛、うん、こう、家族愛あふれるこのね、こうキャストたちの結婚式はぜひ見てみたいですね。いやーちょっと寂しいですね。2ヶ月間本当に楽しませてもらったこの隣のミスターパーフェクト、ちょっとね残念ではありますが、本当に記憶に残る、うん、もう一つの作品になりそうでして、最後最終話までぜひ楽しみたいと思いますし、今後はですね、ご覧の通りの、うん、これ皆さん見てる方いますか？ディズニープラスでもう今、5話まで、うん、リリースされてますかね。韓国でも結構なもう10倍以上の視聴率で、流行っております。次は、こちらのドラマを、追っかけていきたいと思うので、ぜひまた楽しみに待っててください。ではまた。